桜見温泉は、宮城県仙台市青葉区桜見にある温泉である。かつては、道の区国、明治以降は、陸前国に位置した。胃腸病、皮膚病、竜町、婦人病、滑稽、やけど。広瀬川に湧いた温泉が元で、山に囲まれた南北に細い貸し段丘に旅館が、点在している。温泉街を通る、幹線道路は、国道四十八号で、 仙台市中心部と山形方面に通じる。日帰り入浴施設は都の湯があり、岩盤浴も楽しめる。旅館組合が作成した温泉街散策ガイドである、桜波温泉ポカポカ湯巡り歩きには、温泉街周辺の名所を巡るコースが記載されている。また、ガイドに協力している旅館のスタンプを集めることで、一見無料で、 日帰り入浴を楽しむことができる。721年に行基が東北地方巡行の際に発見し、1189年に源の頼朝が欧州藤原市征伐の際にここで平和を休めたと伝えられる。しかし、古くから地元の人に知られていたらしく、1760年の欧州里ことわざ州、1761年の 欧州仙台領園圏機に、桜並の湯のことが見える。湯あたどという坂のそばに温泉があり、石などで囲って、金材のものが入湯したが、当時客が来るような著名な温泉地ではなかった。1796年に、岩松木総司が仙台藩の許しを得て、平家湯に着手し、道路と設備を整えるのに8年を要した。広瀬川の砂岩にある、 現在の高泉角岩小旅館の前身である。これを古島として、1855年に開かれたものを、あらゆという。では国村山郡著宅の僧侶の終戦が、地元の石垣彦左衛門と、奥山伊三郎と三人で開き、桜見神湯と称したものである。古島の北西大岸にあり、現在の神の湯桜並ホテルの前身である。 1878年に、桜波温泉には古島、あらゆに1軒ずつの旅館があり、年間、約2500人の入浴客を受け入れて、先発の秋保温泉をしのいでいた。1893年には3軒あったが、大正時代にはまた2軒に戻った。1970年には、約30万人の入り込み客があり、1985年に、 約61万人になったが、2001年には約43万人になった。一時期は、仙台の奥座敷といえば、桜見温泉のことを指していたが、秋保温泉が、ホテルの改築等の投資を積極的に行った結果、立場が逆転し、秋保温泉が、仙台の奥座敷と呼ばれるようになった。二千四年に発生した、温泉偽装問題では、 温泉利用許可を受けていない旅館や、源泉の無断開発を行った旅館があったとして一連の騒動の中報道された。仙台市中心部からは、山高バスの特急バスが便利である。ありがとうございます。